こんにちは、柴田です。今ですね、フェルナンデスがクラウドファンディングをやっているので、皆さんに共有させていただきたいと思います。おはようございます。まあ、皆さんクラウドファンディングは聞いたことあると思うんですけれども、まあ、クラウドファンディングとは何かというと、プロジェクトを立ち上げて、そのプロジェクトに支援者を募って、その支援者から資金を集める、そしてそのプロジェクトを成功させるというふうな感じなんですけれども、まあ、例を挙げると、例えば僕が居酒屋をやりたい、まあ、でも資金がない、でも居酒屋をやるにはお金がかかるというところで支援者を募って、居酒屋を作りたいのでぜひ協力してくださいと、まあ、そしてですね、1万円を支援してくれた方には1万2000円分の食事券、そのお店で使える食事券をお渡ししますと、まあ、これリターンって言うんですけれど、10万円支援してくれた方には15万円分の食事券をお渡ししますと、こういった感じで先に支援金をいただいて、後々バックしていく、支援していただくことによって居酒屋を立ち上げれると、まあ、こういった仕組みになってはいるんですが、そこでフェルナンデスがですね、何を立ち上げたか、何のクラウドファンディングを立ち上げたかというと、ニューサスティナー、新しいサスティナーの開発に成功したようで、そのサスティナーをですね、一般市販前に皆さんと一緒に完成させたいと思っていますと、とこういった触れ込みでクラウドファンディングを立ち上げております。まあ、要は開発には成功したけど、まだ物がない、その物を作るにはお金が必要だ、それでクラウドファンディングを立ち上げたと、まあ、こういった流れかと思うんですけれども、こちらネットで見ているとですね、目標金額が200万円、それに対して現在の支援金額が17万6000円、支援者は6名、残り23日、達成率は 8% とかなり苦戦してます。サスティナーといえばですね、皆さんご存知かと思いますが、 XJAPAN のヒデさんが使用していたことも有名な、ギターの音が永遠に伸び続けるという風な機械になっております。まあ、今までのサスティナはこんな感じだったんですけれども、サスティナ2というのが出てですね、これらの小さい感じ、ね、僕もレビュー動画上げてるので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、これがさらに進化したニューサスティナ。これをね、フェルナンデスが今後売り出していきたいということなんでしょうね。従来のサスティナからどういったところがですね、進化したかというと、まあ、ここに記載されているんですが、従来は特定のハムバッキングピックアップにしか使用できませんでしたが、ニューサスティナーはほぼ全てのハムバッキングピッキングに対応になっていると。まあ、確かにですね、フェルナンデスが推奨しているのは VH401 だったり、ハムバッカーの中でもですね、限られたものを推奨しておりました。それがですね、どのピックアップでも使えるようになったと。そしてシングルコイルはね、今まで使えなかったんだけど、シングルコイルのピックアップにも搭載することが可能と。そしてデザイン性がですね、限りなくシングルコイルのピックアップに寄せている。まあ、これによってですね、ストラトとかに乗せると、全然こう普通のピックアップと違和感なくですね、サスティナを使用できると。そしてこうやってですね、ストラトの裏にバッテリーボックスをですね、装着しなくても、スプリングキャビティ内にですね、電池を入れることができる。今までは電池を入れるザグリが必要だったり、バックパネルの中にもですね、電池が入るスペースが必要だったんですが、こういった感じで特にザグリをすることなく装着できると。これはですね、電池の置く場所はこういう風になったというだけでなく、従来のサスティナは基板がめちゃめちゃ大きいんですよ。なのでストラトとかには入れることができなかったんですが、この基板が限りなく小さくなって、ピックガードの中にですね、収まるようになったというわけなんです。そしてスイッチはこういった感じになってますね。つまみはマスターボリューム、トーン、そして一番下がサスティナーのボリュームになっていて、プッシュプッシュのスイッチがついております。これでサスティナーをオンオフするんでしょうね、というふうな感じのニューサスティナーなんですけれども、今回のね、要注意点としてはストラト限定です。ストラトタイプギター限定でのサスティナーの装着になるので、ここは要注意してください。支援することによってのリターンなんですけれども、1000円からあります。1000円はですね、サスティナーロゴ入りクロス、このね、僕も使っているクロスなんですけれども、通常だとね、このフェルナンデスというロゴが入っているんですが、これになんとサスティナーというロゴが入ります。お値段1000円。そして次がですね、5000円、 CD100F 白ドライバー、これはサスティナーのドライバーですね。これだけつけてもサスティナーにはならないので、まあ、あくまでもですね、
黒番を白に変える色チェンジのものだというふうに思ってください。基本的には基板がないことにはサスティナーは稼働しません。そして最後は3万円のニューサスティナー、これは先ほどお伝えした通りストラト限定なんですけれども、着払いでフェルナンデスの方にギターをお送りして、数ヶ月後にサスティナーを搭載されたギターを送り返されてくると、そういったプロジェクトになっております。私シーバードもですねフェルナンデスは大好きなので、まあできる限りですね支援していきたいなとは思っているんですが、今のところねストラトにサスティナーをつけようとは全然思っていなくて、むしろですね今家にある清さんのモデル、このサスティナー取っちゃおうかなっていう風にね思ってるぐらいなんですけれど、まあサスティナーじゃなくてもこういったクロスとかでですね支援をしていきたいなと思っております。残り23日結構ね苦戦しているので、ご興味ある方はフェルナンデスの支援してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。